6月暴動、または1832年のパリ放棄は、1832年6月5日から6日にかけて発生したパリ市民による王政打倒の暴動である。1830年の7月革命により誕生した、ルイ・フィリップの7月王政を打倒すべく王政の強力な支柱であった首相。 カジビール・ピエール・ペリエが1832年5月16日に死去した隙をついた形で、レプブリカンが起こした反乱であり、この鎮圧をもって7月革命以来の実力的闘争は鎮静化する。ビクトル・ユーゴーの小説、レ・ミゼラブルにおいて、後半のクライマックスとなる場面の暴動である。7月革命で、ブルボン朝最後の国王シャルル10世が退位 レプブリカンが王政の廃止を強く求める中、ブルジョワジー階級に人気のあるオルレアン公ルイ・フィリップが大議員の推挙を受け、フランス国王に即位した。1832年までには7月革命でバリケードの中で血を流した結果が日和見主義者らによるルイ・フィリップの体感であったということが特にレプブリカンたちには沸騰するほどの不満に感じられた。 一方でまた、ナポレオン帝国の喪失を嘆くボーナパルティストにも、不満が残り、ブルボン朝の残影を懐かしむレジティミストたちは、密かに正当な後継者としてのシャンボール博、アンリの即位を画策していた。ラマルク将軍の名で知られるジャン・マクシミリアン・ラマルクは、1815年の百日天下の、際には、バンデ軍を率いて、王党派を打倒し、後には、 共和主義運動を支援するなどして、レプブリカンの尊敬を集めた。暴動の原因には、1827年から1832年にかけて、急速に深刻なものとなった経済問題があった。この時期には、不作が続き、食料事情は悪化、物価が上昇するなど、すべての階級において不満が高まっていたのである。さらに1832年春、 ヨーロッパ全土を襲っていた、これらかがパリにも発生し、18,402人の死者を出すという惨事になった。特に貧困層は、薬病で荒廃し、政府が井戸に毒を投じたとの噂まで広まった。この薬病のため、首相のカジミール・ピエール・ペリエとナポレオン参加の、将軍で自由主義派の政治家である、ジャン・マクシュミリアン・ラ・マルクの二人の著名人が亡くなった。 ペリエが壮大な国葬で送られた一方、貧困層に向け道場を示し国民的な人気のあったラマルク将軍の葬儀は反対派への強い警戒感が示されたものであった。中間的ブルジョワジーから支持を得て誕生した7月王政政権は左右両派からの攻撃を同時に受けるようになっていた。両者の死亡以前でも大きな暴動が2回起きている。 一つは1831年12月にフランス第二のトシリオンにおいて経済困窮を理由に発生したカヌート葬儀であり、鎮圧には地元の治安部隊では足らず軍隊が投入された。もう一つは翌年2月に発生したレジティミスト一派が言語王室を拉致しようとしたルード・プルーベールの陰謀と言われるものである。マリー・カロリーヌ・ドブルボンが 息子シャンボール博の即位を企み、先導したものであったが、間もなく逮捕され陰謀は失敗に終わった。以降、レジティミストの活動は、武力ではなく、出版物などの言論による闘争へと変貌することとなった。レプブリカンを主導していたのは、活動に先進した秘密結社の一団であった。これらの結社は、1830年7月に、 シャルル十世の政府に対し暴動を先導したのと同じものである。中でも人権協会は最も機能した組織であり、20人ごとに軍隊のように組織され、おのおのに狩猟、副狩猟をいただいたものであった。レプブリカンたちは6月5日にラマルク将軍の民衆葬を行い、葬列はバスティール広場に向かう G 運動となっていた。葬列には 共和主義者として亡命している、ポーランド人、イタリア人及び、ドイツ人らの運動家も参加していた。彼らは、棺の周りに集まり、ラマルクがポーランドとイタリアの自由のために協力に、支持し支援したことについての演説を行った。群衆の中から、自由、さもなければ、死をと書かれた赤旗を振る者が現れ、群衆は反とかし、警備していた。政府軍はそれに向けて、 発砲を始めた。長寿のため散列していたラファイエットは落ち着くよう求めたが、混乱は止めようがなく広がっていった。一晩でシャトレ広場、アーセナル外区からホブールイコールサンタントワーヌ通りに至る、パリの東部から中央部にかけて暴動は拡大し、ハントは約3000人となった。夜にはチュイルリー宮殿でハントが食事で大騒ぎをするのが聞こえたほどであった。 しかし、ハントの拡大はそこで止まった夜のうちにパリ国民衛兵に属する2万の非常勤兵は首都周辺の兵程を担当するローバウ博が率いる4万の正規兵により強化された。武装勢力は歴史的地域であるサンマルタン街に彼らの画像を築いた。バリケードがサンマルタン通りとサンドニ通りの周りの狭い路地に積み上げられた。6月6日の朝。 ハントの残党は、サンマルタン通りとサンメリ通りの交差点に包囲されていた。ルイ・フィリップは、この場所で首都を支配していることを辞意することを決めた。サンクルーからパリに戻ると、シュイルリー宮殿で閣僚と将軍に越見し、暴動の現場に乗り込む前、国民衛兵と兵士の喝采の中で包囲することを宣言した。最後の構想は、サンメリ回廊でなされ、 6月6日の夕刻まで続いた。政府側は73名の死者と344名の負傷者の一方で、ハント側の犠牲者は死者93名負傷者291名を数えた。こうして暴動は完全に鎮圧された。政府は反乱軍を少数派の過激派と扱ったものの、ルイ・フィリップは2年前の7月革命で、シャルル10世に対してよりも、 熱心に対応した。国王が公衆の面前に出ると彼の支持者は喝采を持って迎えた。警察を支持していた外相セバスティアに将軍は事件に巻き込まれた民衆は成功を祝し,して国王万歳や自由万歳と喜んで成長すると祝いの言葉を述べたと記録している。事後調査によりハントの66%は建築労働者など労働者階級であり、 残りは定員などであったことが解明された。暴動後、多くの重火器が回収され、所持すると軍法に問われる可能性があるようになった。革命で政権を得た政府は、自らの手により過去の革命を遠ざけることとなった。フランス政府が1831年に7月革命を記念するためとして3000フランで買い上げたドラクロアの会が民衆を導く。 自由の女神の展示も止められた。アルバート・ボイムは1832年6月のラマルク将軍の葬儀の際の暴動後、それが再び公然と悪い例を示すことを恐れて展示されなかった。と述べている。ミシェル・ジョフロワという男は赤旗を振って暴動のきっかけを作ったということで逮捕された。最初は死刑が宣告されたが、司法上の手続きを重ねるうち、 かなり減刑された懲役刑に落ち着いた。その後、同様に死刑判決についてはすべてが減刑された。一部の班とは法廷でレプブリカンとしての主張を行った。指導者の一人、シャルルジャンヌの裁判では誇りを持って自らを弁護した。彼は有罪となり懲役刑を課せられ、1837年に刑務所で死亡したが、それは レプブリカンの殉教者とされた。1836年のパンフレットにおいて、レプブリカンの敗北は、テルモピュライの戦いにおける300人のスパルタ兵の英雄的な抵抗に牲られた。レプブリカンは高血で忍耐強い。彼は300のスパルタ兵を率い、テルモピュライで戦死したレオーニダス王に牲られる彼は、6万の兵がサンメリカイローに近づくのを、 48時間にわたりたえ、栄光の死を得るために重権に身を投げた72人の英雄なのである。1848年7月王政は2月革命により打倒され、短命となった第二共和制がそれに変わった。フリードリ・ヒエンゲルスは1848年革命に関して論じた回顧集で6月革命と言っている。すなわち2月革命は、 六月暴動の戦術的な失敗、請求に視聴者に向かってしまった点灯マイナスを研究し、それを避けたことによりうまくいったと論じている。六月暴動でエポニーヌが息を引き取る場面、レミゼラブル初版サシより、1832年6月5日、ビクトル・ユーゴーがレアール方面に銃声を聞いたのは、チュイルリー庭園で擬曲を執筆している時であった。 公園は閉鎖され、管理人はわざわざ会場して、ユーゴーを外に出したが、彼は家に急いで帰らず、閑散とした通りを、オタの方向へ向かった。その時には、パリの半分は、ハントの占拠するものとなっていた。レアールのほとんどは、バリケード封鎖されていたので、ユーゴーは、モンマルトルを北に向かい、サーモン小道を右に進み、ブ・デュモンド通り前で曲がった。 路地を半ばも行くと、両側の鉄格子から威嚇の銃口が突きつけられた。店という店は閉まっていたので、バリケードに囲まれた融合は壁に向け身を投じ、柱の間に身を隠した。15分の間、両側から銃弾が飛び交った。1862年に出版された、レ・ミゼラブルは、ナポレオンの敗退から6月暴動までの20年を描き、6月暴動は、 終章のクライマックスとなっている。ユーゴーは歯に衣稀せぬ活動的なレプブリカンであったので、革命を支持していたことは疑いない。カリスマ的なアンジョルラスに率いられ、パリの学生と貧民層により組織され、ラマルク将軍の死亡前夜に暴動を防御する秘密結社 ABC の友は、実在の秘密結社、人権協会の下部組織として描かれているし、 パリの狭い路地のバリケードは、現実の体験から描写されたものである。ABC の友は、彼らの拠点とした居酒屋コラントのある、サンドニ通りに出るシャンブルリー通りにバリケードを築いた。物語のクライマックスの場面として、この暴動に主要登場人物が開し、多くのものが倒れるのである。フィクションながら、レ・ミゼラブルが、このあまり目立たなかったであろう。事件を有名にしたといっても、 過言ではない。ありがとうございます。